ですね、あの本体買うときに一緒に、こんなもん買いました。互換バッテリーなんですが、これね、Amazon で920円だったんですよ、2個セットで。純正に比べて激安なんで、ちょっと買っちゃったんですけど、これと純正バッテリーをちょっと比較してみたいと思います。こういうふうに2つ入ってます。こういうふうに FITS JVC-PN-VG212 って書いてありますね。これ純正のバッテリーとちょっと比べてみましょうか。形自体は全く違わないように見えますね。こっち純正でこっち互換ね。こういうふうになってますね。こういうふうに、大きさも端子の位置とかも厚さとかもね、全く違わないように見えますよ。ね。なんですが、実はですね、ちょっと問題っちゃ問題がありまして、じゃあその互換バッテリーのちょっと注意点を解説したいと思います。ですね、これまず純正ね。純正のやつ。これはですね、普通に、こういうふうにカチッって簡単にはまるんですよ。で、外すときにも簡単にパコッと外れるんです。がしかし、この互換ね、妙にきついんですわ、これ。こうやってね、おって、結構、思いっきり押し込まないと入らないです。で、外すときも結構、思いっきりこう、やんないとなかなか外れないです。まあでも慣れればすぐ、OK だと思います。ちなみに、よいしょ。で、一応、バッテリーとしては問題なく動きますね。まあまだそんなにその持ちだとかそういうのはまだ試してないんでわかんないですけど、とりあえずね動きますよ。これでこうして、あれ、はまんねえじゃねえか。あ、ちゃんとはまってなかった、失礼しました。こうしてこうするとね。それで、はい、こういうふうにちゃんと電源入りますね。バッテリーもちゃんと満タンって出ますね。OK です。こんな感じですね。まあ、だから多分互換バッテリーは高さが違うと思うんですよね。あ、これで比べると確かになんかちょっと高さがあるんだね。わかるかな？わかるかな？ね。ちょっと高さがあるのがわかるでしょうか。この分きついんだね。ちょっとまだ、電池の持ちとかに関してはよ使ってないのでよくわからないんですが、表記を見る限り多分違いはないのかな。純正の方は DC3.7V1200ミリアンペア
アワーなのか。で、4.5 ワットアワーっていうふうになってます。互換の方は 3.7 ボルト1200ミリアンペアアワーということになってます。互換の方は 4.5 ワットアワーって書いていないんですが、これが何を意味するのかはよくわかんないですけど、同じスペックという理解でいいのかそうじゃないのかよくわかんないけど、一応事実としてそういうことになっております。